今日のゲストさんはだいぶいい感じですすでに赤ワインとコーラって合うんでしょうかとか言ってこのドリンクバーみたいにして飲んでますファミレスによくいるわーカルピスとウーロン茶混ぜてみようぜみたいなダメな大人がここにいますゲストさんのご紹介、堀江俊くんです。はい、こんばんは、堀江俊と申します。よろしくお願いします。もうご機嫌じゃん俊くん、はい、結構飲むんだね。そうなんです、ね、結構飲んで、うん、これ赤ワインを今いただいてるんですけど、赤ワインに何入れたんだっけ。コーラです。なんでそう、でもこの赤ワイン結構回るの早いですね、うん、ちょっと衝撃の極みです。でも、うん、大丈夫です。大丈夫です。わきまえる人間なのでちゃんとしておられおります。よろしくお願いします。だってさっきからもうろれつがおかしいもんね。そうですね、そうですね。でもお芝居スイッチ入れます。お芝居スイッチ入れる。お芝居スイッチ入れさせていただきますのでね。ね、お酒飲んだらいい芝居できるかもしれないってね、はい、言うからよくね。そんな。いにしえから言われてるから。うん、ありがとうございます。しゅんくん、おかわりどうすんの？はい、赤ワインいいですか？はい。はい、おかえりしゅんくん。こんにちは。おかえり。ちょっとダミヘになんか一言言ってもらっていいかな？みんなのテストなんだこれ。わかりました、うん、今何時だっけ。これあ今は9時半だよ。まだまだ夜はこれからだね。